はい、では行きまーす。43部屋まで膨れ上がった私の旅館ムッシュランの発表を控えております。世界的なね、何つぼしをいただけるのか。ムッシュランで1位になったら名実ともに世界一のホテルということになる、旅館ということになる。行きたいねムッシュラン、まあ、とりあえず250万が最初の目標。ここはもう、まあ、今回の動画では確実にクリアできると思います。てかもう残り多分5分ぐらいでいけると思いますので、そうなると拡張してこちら側に、ま、おそらくそれがマックスかなと思うんですけども、やりたいと思います。そこからはね、もうお金多分その拡張のために貯める必要はなくなるので、細かいところをの景観の部分を強化していくようなスタイルになるかな。宣伝も今多分入れてるんで、一気に爆発的に金は取れると思うんですが、おお、連泊連泊、サンボマスターが連泊です。大好きですやん、大好き。サンボマスターがもう、おー、ジョイがもっと次来るときはもっとお金持ってくるってそんなん言って帰るってなかなかすごいですけどね、いやらしい。なんかムシュラン行きました。うわっ、引く、えっ、6点、点数低すぎないですか。ムッシュランから、マジか。一旦癒やすか、気持ち癒やさんと無理やわこれ。ムッシュラン辛い、マジですか。5000点とか取ってたんですよ今まで。これはなかなかやってきょんな。土地を購入、いった、これでマックシングでしょう。うわマジかよ、ちょっと衝撃やわ。ムッシュラン一つまではいかんな。あぜん、これはもう道をこう作った方がいいかな。こうの、ここ挟んでこうやって、こうやとな、ここがショック、それ頑張りになるんですけど、まあいいか。女優さん、よし、女優さん来た。そっちか、演芸場じゃなかったっすね、女優さんでしたね。女優さん、宣伝効果、個性派女優やな。 OK、やべえな、通用する気がしないという、まさかですね。いやいや、頑張っていこう。数を増やそうと思います。この施設に対してあまりアクセスがないので、部屋数を増やしてですね、その、まあ、存
でもらわないとやっぱいけないなと思いますので、ここうるさい、うるさい施設をこちら側に置いて、ここちょっと楽しいエリア、有効施設、まあ、これも置いてますけども、楽しいエリアを作りましょう。ここもそうですね、楽しいエリアを作って、ここが客室みたいな感じで、はカラオケ等の楽しいエリアを作っていきたいなと思います。全部乗せでいきたいところっすね、カラオケ。全部乗せていきたいね、ゲーム。よし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 。で、自販機で、そうそうそうね、で、梅とかをバスバス置く、梅で埋めるぐらいの勢い、梅ちゃん、よしよしよし、梅で梅ちゃんや。これ高級志向の人たちはやっぱこの遊びもしたいと思うんで、やっぱりもうざっくばらんにね遊んでいきたいと思いますので、こちらでは何置くかやな、静かめのものが必要なので、何がいいかな、最後売店、売店置くか、何置こうかな、飲食、施設は終わりなのかな。あ、弁護士もっと金持ってくるって次来るとき。ありがとうございます。なんかその宣言していただいてありがとうございます。金使い宣言です。あ、女優さんも来てくれてるわ。さあ徐々にこっちに吸い込まれてきてますよ。そうなんですよ、こっち楽しいエリアぞ。どうですかと、楽しいエリアですよ。忙しいっすね、ちょっとマジで。入っとるね、入っとるね、客は入っとる、いいよ。相性がガスガスーンときてる。そしてあとはもうどん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 立てたいですね。お金が大量に必要です。金がいるぜ。
まあでもミシュランはさ、めっちゃくれましたよね。お金自体は。あんなひどい結果でしたけど、乗っただけでもすごいみたいな、そういうノリなんでしょうね。掲載されただけでも名誉なことですみたいな。じゃがわしはトップで取りたいねん。トップを狙うんだ私は。まくる。8億どうしよう。ここユーモアしたいです。ユー女湯と男湯と置いて、しり温まっていただく。してます。道がない。何があるやん。道あるやん。あかんねや、このつなぎ方では。こうやったら入れんのか。向き縦にしか帰れなかったと思うんで、悪いんですよね、これね。いや、こうはしたくなかったな。こうはしたくなかったな。しょうがない。じゃあ、そう変えて。これなら景観的には取れるはずですよね。よし、お金貯めるぞ。来てよかったって言ってるジョイさん、喜んでくれてるみんな。ちょっともうすっごいぐちゃぐちゃになってきたな。わけわかんないっすわ。いや、これマジでマネージャー大変やで。数とかのバランス合ってっかな。ほとんどそういうデータとか見ないでやってますけど、適当にポコポコモモモ置いて、なんとかバランス合わせてるとは思うんですけど、めちゃくちゃ適当やもんね。大丈夫かこれ。自分の勘を信じてやるしかないな。どうな。警官大将狙いに行ってるからね、癒やしの宿。研究所所長、研究所、研究所の移転。なんだそれは。宣伝忘れてた。えらい安いな、研究所の移転。地元で大爆発を起こしたせいで追い出されてしまった。ほう。これは何、研究博士が客層として、研究者みたいなのが客層として来る感じかな。
ですかね。いや、これやっぱここやっぱ暗いわ。全然やわ。いや、待ってくれ。そうなんです。やっぱ有効施設を景観良くするよりもまずは部屋の景観を良くしないと客が入らない。そうや、そっちなんですよね。どっちかやったらやっぱりこっち、ここよりもやっぱこっちなんですよね。客が入ったら客はずっと部屋にはいないので、そうなんですよ。そのずっと部屋にいないという特性があるので、部屋にさえぶち込んでしまえば必ず売り上げが上がるんですよね、このゲーム。だからいかに部屋にチェックインしてもらうかが大事になってくるんですよね。チェックインしないとその後のお金は一切入らないってことになるので、少しでもこのインパクトを持ってもらって部屋へのチェックインを促すと、セレブ来ちゃった。高級住宅地の造成、来た。セレブ言うてもだ。これはでかい。まあでも高級志向やからもう間違いなくやっとかないといけないやつ。セレブは高いんでしょうね。かなと思いましたけどね。そうでもない。お風呂かな、おばあちゃん。そうなんですよ。だから結局満足度みたいなのが低いだけで、お、来た、課長、ゴルフ場、これもマセレブやな。満足度が低いだけで、入りよんのよ。そう、有効施設はね、要はやっぱり泊まらせることが何よりも大事や。分かってきましたね。そこですね。泊まらせることさえすれば施設は勝手に利用しやがるということですよ。来店さえしてもらえばあとはこっちのもんみたいな、再生さえしてもらえば広告が出るみたいな。よし、ご449点で課長の方々です。あ、いまいち、いまいち。もう一回癒しの宿行きます。ちょっとその癒しの宿誰を言ったらいいのか教えてよ。誰が相性いいみたいなことをなんか出てたじゃないですかね。どこで出てたんやったっけね。ゴルフ場も作っときたいね。まあ間違いなくお金持ちが聞いてくれるということなんでしょうからね。ちょっと待ってください、お金食べますね。癒しの宿っていうのがすっごいなんかざっくりしてんのよ。ざっくりなんですよね、表現が。行きたいみたいなことだな。一般人が作れたらええねんけどな。さすがに無理やろ。ゴルフシミュレーターの部屋とか作れる？癒しが、その課長が喜んでたじゃないですか。そのサラリーマンにとっての癒しなんでしょうかね。
何を癒しと言ってるんでしょうかね。リーマンに対しての癒しやったらまあ理解はできる、ビジネスホテル的な気持ちよさあればいいんですよね。研究所に出る研究者さんが顧客として、客層としてアップデート。よし、ジョイさんがまた次来るときはもっと金持ってくる。言わんでいいことを絶対言ってくる。金持ちアピールがすごい。さあ、もっとお金使いたい私も。セレブに負けじと、おじいちゃんフローでマックス。レベルが、レベルが上がりきっちゃってるんで、サンボマスターでしょこいつ。おそらくサンボマスターなんでこいつは。あ、老夫婦か。でも人気100ね、人気100ですもんね。もう余裕でいっちゃってるんで、天国いっちゃってるんで。強化しましょうか。忘れたわけじゃないんだぜ。ほら、どうよ。よしよしよし、カラオケに流れてるよ。カラオケに流れてます。よし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 、プロも入ってくれてる。皆さんが足りない可能性を指摘されました。きっちり売り込んでください。よし、ゴールデンウィークと被らないように来月用に宣伝をぶち込みますよ。開発も終わりますし、ここは金稼ぎたいところ。さあ、客入ってくれ。高級住宅地の造成が完了、セレブが追加。客層セレブ呼びましょうか。呼び込む。セレブ、セレブ、アイテム発見効果。セレブってああいうビジュアルなんや。腹立つな。なんかもともと生まれた時から金持つのやつや。くそ、一番私に遠い人種やね。でもお客さんとしては優秀やからね。雑草育ちの私がセレブをカモにしてやるぜ。竹が竹おもんな。でもめっちゃそうやねん。もう竹が竹は、ミルクをポトン。バーにミルクをポトン。ヒデト君が来るかもしれんからな。よし、
これ癒しの宿いけるかな、なんかまだちょっと不安っすね。いまいち癒せてない感じがすんのよね。大丈夫かな。部長が入りました。ちょっと風呂をもうさらに風呂をなんか癒しという観点でやっぱり風呂があった方がいいのかなって癒しという観点でね。よし、宣伝切れ、宣伝をゴールデンウィークの効果が終わったところで、この本来ならね、閑散とするこの時期に宣伝をぶち込んでおくというのを。3回来てるな。部長か、部長、部長、部長って言われても、部長って言われてもな。いやちょっと女優も、いやここに来てちょっと種類がすごい増えてくる。めちゃくちゃ大変。お金の入り方も尋常じゃないですけど、チェックインさせることですよ。まずは何にはともあれ10チェックインをさせる、部屋にぶち込むこと、これこそが大事です。空き部屋があるようでは金は稼げないんだよ。まずは宿泊施設中心にぶち込んでいかないといけないので、たけたけ料金アップの種いる。料金いらんとさえ思い始めてるもんね。料金ただでいいから一つ欲しいわ。こらこら、よっしゃ、会心の一撃。癒しの宿ゲットに向かってひた走っている私ですが、とりあえずあとはまあ咲いてないところにもうどんどん埋める感じやね。それしかないわな。癒しを、なんやかんや癒しを提供して、とにかく癒しです。現代の疲れたビジネスマンに対して癒しをどんどん提供していく。いいよ。刺激的な空間もあり、よし、いいんじゃない。よし、セレブの人気が上がってきてる。まずはね、来てもらわないと人気も上がらないですからね。やっぱり通っていただかないと。あー、ありがとうございます。景色、うわー、ありがとう。全体の底上げをしてくれてるのかな、それともあの一つだけなのかな。まあまあ何でもいかついですけどね。嬉しいです、ありがとうございます。セレブとかがどう偉いもん連れてこへんかな。
よしよし、ほらほら、だいぶこの辺入ってる、客入ってるわ。嬉しい、効果が出てきてるってことですよ。ここが入ってないですね。入ってもらわないと困るんだ。よし、梅ちゃん、梅ちゃん、女優が勧めてくれた。俳優さんは来ないですかね。男優さんというか女優からその友達でみたいな、アイドルとか。チェックインチェックイン。ある程度でもやっぱ景観を犠牲にできないこのゲーム性上、そのどうしてもこのなんていうか、どうしてもしょぼい部屋っていうのはできてきてしまいますね。やっぱこの角とかがどうしてもやっぱ入りづらいですね。これまずしょうがないんですよ。ですけどね、寄りつかんな。やっぱ全然悪くないけどね。セレブかこれ、遅まで遊び歩いとんだこれ。セレブ、しゃがみそうだろセレブ。うわー、3万4000もそうだろセレブ。セレブやなほんまに。めちゃ話すことな。こいつが満足しとるかどうかやな。ちょっと焦れば二人止まっとるわ。よし、癒し来ましたよ。まあ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 入れてくれるかな。4000は超えてるかな。うわー、いってるけどね、いってるけどね、惜しい。ミシュラン行きましょうか。ミシュラン行ってましたけどね。まああとはレビュー書いてくれる人を重用してないっていうのがあるので、でもいや、お金持ちを狙いましょうか。セレブを、部長やね、部長といえば金持ちやから、金持ちといえば部長やから。セレブ13万、あると、セレブにとったら13万なんかどこでもええねや。パッとくれるもん。セレブにとってるの13万、僕らにとっての13円ぐらい落ちてたみたいな感じでくれるもん。ありがとうございます。研究者さんからテレビ局の解説。はい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 、まあ宣伝にはなるわな。テレビ局ですね。いくらでしょうか。安いね。インフルエンサーみたいなやつはこの時代はなかったんですかね。開発された時はなんか現代やったらやっぱそこに広告ぶち込みたいじゃないですか。 YouTuber とか効果がでかいですから。ほんまに YouTuber 結構バブルというか儲けてますからね。
しいわ。まあ、でもアイデア一個やね、本当に。アイデア一個で頑張りましょう。こことか、部屋置いてもいいかな。まあ多分売れると思いますね、ここ部屋。宣伝 OK。寄せてますか、ちょっと見とこうか。寄せてますか。セレブ的な人が行くラック入ってほしいですけど、女優さん来たね。うん、セレブの子があんまいないっすね。あ、一人入ってるな。かけーの、さあ現在51部屋。ここがしょぼい。一部屋削ろうかな。削ってでもパワーを与えた方がいいような気もする。知人の女優さんから来た、有名大学の誘致。ここ削ってパワーを与えた方がいいような気がしてきてますね。削るならここか、これかい、これ削るか。ちょっと悩みますね。竹よりもできれば楓か梅がいいなと思うんやけど、楓強っ。22か、この時期が多分22なんやね。入ってないっすもん、ここ。どうしよう、この一角しょぼいな。やれることがないんですよね。50部屋に戻して竹を置く。これで良くなってくれるといいんだが。ここら辺とかまだやりはあるんですよ。この辺ほらまだしょぼいんで、アジサイなんで変えれるんですけどね。はもう結構ガチガチに固めてしまってるんで、施設を外す以外のやりようがないというか。よしよし、入ってくれてるな、なんとか。なんとかですね。有名大学46万、かかるね。え、今まで一番高いかな。投資あいつパンプキンを除いては一番高いですね、多分。それぐらいの効果は見込めるんでしょう。頼むぜ。なんかやっぱハリウッドスター的な、 TV スター的なやつを期待したい。タレントさん枯れてると18なんや。紅葉するとき22になっとんね。女優一回外すか、タレント行こうか、タレント行こうか。
対策めいたことはやっぱ一つもできていないのでね、どうなんだろうっていう。ちょっと悩ましいな。よし、46番、有名大学を誘致。アイテム全く買ってないけど、後でいいっすよね。とりあえず空きスペースはほぼ埋めた。あとここが空きスペースを全部埋めましょうか。とりあえずもうちょっと天然石がしょぼくなってきてるから、部屋でいうとここでもここ、この辺空いてるな。ここがしょぼいな。通ろうとダメな。あ、夜になると効果が上昇。あ、夜になると効果が上昇か。多いっすね。10やね。最初からあったもんな。石ももうもはや変えていかなければいけない存在やね。買ってる場合じゃないわ。せめてさ、あの竹以上にしていかないといけないですね。灯籠とかはだから逆にこことか、夜に空いてる施設のところならムードが上がる感じなんですかね。ここむずいっすよ。竹は灯籠が光ってプロデューサーセレブから来たアイドルデビュー。誰がわしがか、わしの話を言うとんのか。わけがわからない。誰がや。私がでしょうか。やったろやないか。アイドルでもなんでも42万もかかんのか。詐欺ちゃうやろなこんなもん。しんすけに抱かれたらええんやろ。任しとけ。なんぼでも抱かれたるっちゅうねん、あんなもん、しんすけね。なんかここいいのないかな。宣伝効果発生。よし、有名大学の理事長が客層に追加。理事長って。日本に何人おんのよ、理事長。理事長言われてもな。いた。ガイドへ多めに投票。来た。ミシュランを制するためには理事長か。理事長を制する者がミシュランを制するか。オッケー。じゃあ、次回こっから行きましょう。ミシュランの発表です。